はい、どうもサラです。ご視聴ありがとうございます。というわけでですね、サムネにもある通りでですね、先日の動画でですね、iPad Pro をね、購入するのはもう趣味だみたいなことをね、なんかいろいろこうドヤ顔で言っておいたにもかかわらず、サムネにもある通りですね、サムネにもある通りドゥドゥー、はい。この中に何が入ってるかというとですね、もう出しましょうか、出しましょう、出しましょう、出しましょう、ブー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 、もう見えてる見えてる、ねえ、なんかね、もうね、買ってるっていうね買ってるっていう感じなんですけれども、 iPad Pro をですね購入しちゃいました、購入しちゃいましたっていうところですね。はい、iPad Pro のこの M4 の、しかも今回僕13インチを初めて買ってみたんですよ。13インチをちょっと買ってみたんですよ。はい、っていうのでね、あんなことをね、空港でわざわざ撮影しておいてね、iPad のそのプロを買うのはね、本当もう高すぎるし趣味だよみたいなこと言っておきながら、自分が買ってるっていうね、はい。ということでですね、今日はですね、この2つをですね、ちょっと開封して、ファーストインプレッションのね、動画とかをね、つらつら作っていこうかなというふうに思っております。はい。というわけで、早速開封する前にちょっとね、言い訳というか、なんで購入したかっていうところをちょっと話していこうかなと思っているんですけれども、まずは1つ目は欲しかったから、趣味です。趣味です。完全趣味。趣味ですよ。はい。趣味で購入しました。はい。で、購入しましたってとかあるんですけれども、で、2つ目の理由としてはですね、僕が好きな YouTuber の Dave2D さんがですね、久々にちょっとこの iPad をアップデートするかもっていう風なことを、なんかちょっとおっしゃってて、なんか少しちょっと褒めてたので、なんかそこでちょっと若干興味が湧いてしまったっていうところと、あとはやっぱり去年ですね、その M2 の iPad を買ったんですけれども、そこの中で動画の編集とかの作業をしていて、やっぱりどうしてもね、やっぱり、ね、画面が小さいなっていう風にちょっと思っていて、僕がやっぱりどうしても MacBook にやっぱ戻ってきてしまうのは、画面の大きさなんじゃねえかなっていうところで、で、初めてちょっとチャレンジしてみようっていうような感じで購入してみたっていう感じですね。あとはそのこの13インチ、この大きい方のモデルの方とかが、その 150g ぐらい軽くなってたりとかもしていて、実際その店頭で触ってみた時に、あ、意外と軽いなって、ちょっと思って、あ、これ片手で持てんなっていうのを、ちょっと思っちゃったんですよね。ちょっと思っちゃってたら、思ってたら、なんかなぜかね、なぜかって言い方変ですけど、なぜかって なんか買ってたみたいな。ああ、もう散財ですよ。散財ね。散財ですけれども、散財しちゃいましたけれども、散財したてが今一番幸せ。めちゃめちゃ幸せっていうところでね。はい、やっていこうかなと思っているんですけれども、とりあえずね、前置きいいからさっさと開けろっていうところなんですけれども、この動画ではですね、ただのファーストインプレッションの動画なんで、ただただ僕がね、開けて、わーとか言うだけの動画なんで、はい。そんだけの中身のない動画になります。はい。で、というわけでね、パッケージはこういう感じね。皆さんもうね、死ぬほど見たことあるような絵だとは思いますけれども、はい、一応僕もね、写しておこうかなと思います。ビニールはかかってないです。はい、ではね、まずは本体からいきましょうか。よいしょ、ここから開けるんでね。ちなみに僕はですね、256GB を購入してます。256GB にした理由としては、512と迷ったんですよ。思ったんですけれども、今現状の僕の iPad の使い方だと、256GB あれば全然十分だっていうところと、あと仮に動画編集するんだとしても、やっぱりどうしても外付けハードディスクに依存するのは、512であろうが256でも一緒だなというふうに思ったので、そこで、ちょっと値段の方を選んだっていうような感じですね。いい、取っちゃいましたよ。で、開けると、開けていきます。せーの、うぃー。まだ出てこなかった。これだった。これがあるわ。よし、これがあって、薄いね。薄いよ。やっぱ持った瞬間に薄いなと思うわ。薄い。薄いわ、これは。これは薄いわ。うぃー。いやーすごいね。すげえ、かっこいい。いや、でかいな。でかい。でかいよ。でかいっていう感じなんですけど、iPad は iPad って感じですね。はい。薄いっても思いますし、iPad は iPad って感じです。
でね、カメラが1個少なくなっていて、はい、でフロントのカメラがね映るか分かんないですけど、こっち側になっているっていう感じですね。で、まあ付属品のところなんですけれども、まずね最初にねやっぱり、ね、調べなきゃいけないのがこう、そうステッカーがないっていうねステッカーなくなっちゃったんですよね。なんかお店に行けばステッカー、お店で購入すればそのステッカーなんかもらえるみたいな話とかもねちょっと聞いたんですけど、まあ、ステッカーは入ってないっていう感じですね。でケーブルがこの13インチの時だとこの黒になるんですよね。はい、なのでまあよりねプロの人はあの13インチって感じなんですかね。電源アダプターが入ってるっていう感じですね。はい、付属品はもう以上になります。まあ普通のねいつものいつもの iPad ですよ。もうね騒がなくてもいいっていう感じですよ一旦ちょっとこうセットアップをしながら画面つけましょうか。うい、きたー、リンゴの、これ僕リンゴのロゴ、これ、まあ、ちょっと気になったとこあるんですけど、これなんていうんですかね、これもこっち向きにした方が良くないですかっていう風なことをね、まあ、クソくだらないことですけどね、思いましたって感じですね。はい、でやっていきますか。設定していきますね。うわやっぱ画面はこうやってパッと見た時にめっちゃ変わったっていう感じは特にはしないです。これまで通りこれまで通りかなっていう。今セットアップしようと思ったんですけど、そのこの開封のところを撮っているあのサブモニターの方がですね、そこで iPad をちょっと使ってるんで、ちょっと今やるのやめようかなキーボード開けようかなと思います。キーボード開けます。この上の部分を開けていって、で色はですね、もちろん黒の方にしました。はい、やっぱね店頭で見ても銀色がやっぱりちょっと気になっちゃったなと思ったんで、この黒の方がなんかまあ MacBook っぽくて、逆にまあそこはっていうところあるかもしれないんですけれども、はい、多分こっちの方にしましたね。では出してきます。せーの、ドゥーン。あ、こっちもねその紙に挟まってました。でこれをやると、このキーボードの方がやたら重く感じるな。iPad がなんか軽くなったから。ああよし、来ましたよ。ここの触り心地の感じとかはね、なんか前のやつと一緒っていう感じですね。でも中を開くとってことですよね。中開くと、はい、完全 MacBook でしょ完全 MacBook の感じですねこれ。うん、でもやっぱなんかここのアルミ、このここのアルミの感じとか、ここのアルミの感じとかはやっぱりちょっとね Mac と比べた時になんかちょっと安っぽい感じはちょっとするな。どうなんだろう、なんか、うん、一体じゃないからですかね。なんか下がやっぱゴムだから、持った時のなんかなんでしょうね、別に上だけの問題じゃなく、なんかこう持った時って多分その上の感覚もあるんですけど、下の感覚もなんか重要なのかなっていうのをちょっと思いましたね。うん、そのせいで安っぽく感じるのかな、なんかちょっと違うかもと思いました。んでこれをドゥンと乗っける。うわでっけえな画面、でかい画面さすが13インチだな。あか、やっぱねその角度のところがねなんか良くなってるっていう話があるんですけど、これよりその自然ですねめちゃめちゃあれですわ、PC ですねこれ。うん、まあもちろんね店頭で触ってはいるんですけれども、やっぱ改めてこうやってやってみると、まあ、全然違いますね。うん、って思いました。とりあえずですね、ちょっと一回ちょっとセットアップをしちゃおうかなっていう風に思うので、一旦ここで切ろうかなと思います。はい、というわけでですね、まあこんな感じでよいしょ、セットアップの方もまあ終わりましたっていうところで、ちょっと少し使ってみたところの感想をちょっと簡単に述べていくと、やっぱり画面が大きくなったっていうところがまあかなり大きい部分だと思うので、まあそれはもちろんね、今までのモデルとかでも変わらない感想ではあるんですけれども、やっぱり表示領域が増えるっていうことは、かなりそのコンテンツの楽しみ方っていうのが変わるなっていうのは、やっぱりちょっと触ってみて思ったところだなというふうに思ってます。で、こうケースとか何もない状態で、の状態だと、まあ、これ結構でかいんですけど、ただ片手では結構簡単に持ちやすいぐらいの重さになっているなっていうふうには思っていますが、やっぱキーボードをやっぱつけるとね、やっぱりこれ 1.2 キロくらいにやっぱりなってしまうので、やっぱ重さはやっぱあるなというふうには思ってます。うん、で、
あの実際僕が使っている14インチの MacBook Pro が 1.6 キロっていうところになってくると、まあ、約400グラムくらいしか、まあ、変わんないんですよね。400グラムはもちろん大きいとは思うんですけれども、ただとはいえ400グラムしか変わらないとも言えるので、やっぱりその作業として、なんでしょう、その自分がその持っていく荷物としてどうしてこれを選ぶんだろうっていうところのやっぱり理由がやっぱり今後見つからないとなかなか厳しいかもなっていうのはちょっと思って、運用としてなかなか厳しいかもなっていうのは思ってます。やっぱり11インチの iPad Pro のやっぱりいいところって、やっぱりあの11インチの小ささで、かつマジックキーボードっていうそのしっかりしたキーボードが持てるっていうところがかなりの僕の中でのメリットだったなっていうふうには思っているので、まあそこと比べた時に、まあどうしてもやっぱりちょっとどうでも大きくなってしまうっていうところがあるので、まあそこはね、いろいろ使ってみて判断しようかなというふうに思ってます。ただ僕もとはいえそんなにね、あの iPad を外で持ち出すってことはしていないので、まあ、家で基本的には置いて、ちょこちょこっと動画を見るっていうのがすごく多かったりするものが多かったりするので、まあ、その中で部屋の中での使い勝手っていうのはこれから判断していくかなというふうには思ってます。でキーボードに関してもやっぱりその13インチにした恩恵っていうのはすごくあって、やっぱりキーのやっぱり押しやすさっていうのはやっぱりこのスペースがあるのでずっと押しやすくはなってます。タイピングがすごくしやすくなったなっていうふうには感じてます。で新しい iPad になってこのキーボードのケースの角度がまあ、より曲がるようになったっていうところがあるんですけども、この恩恵もかなりでかいと思います。うん、このおかげでそのかなりその今までよりもちょっとこう窮屈というか、今までだとどうしてもその傾斜がきつかった部分がやっぱり緩くなったっていうだけでも、もう一段階ノート PC に近づいたな感がありますね。でパフォーマンスのところに関しては、まあ、まだ全然わかんないですね。まあ、自分も今これを使ってこの新しい iPad を使って動画編集をしたりとかっていうしたわけではないので、まあ、どれくらいのパフォーマンスに差があるのかとか、まあ、体感がわかるのかっていうのはもうちょっと多分使ってみないとわからないかなっていうふうに思ってますし、まあ、実際体感できる人はほとんどいないんじゃないかなっていうふうには思っているので、その高いパフォーマンスであったとしてもだったりするかなというには思うので、まあまあまあパフォーマンスのところはねすごく期待してるわけじゃないですけれども、まあ、今後そのあたりとかもね、まあ、少しちょっと検証できればなというふうには思ってます。あともう一つ大きな変更点としてやっぱり画面かなというふうには思っていて、まあ、タンデムオレットになったので、まあ、これまでの僕が使ってた11インチのiPad Pro って、まあ、LCD なので LCD とどう違うかっていうふうになると、まあ、ほとんどわからないです。まあ、正直言って僕には全然わかんないっていうレベルだったりするので、まあもちろんこっちの方が綺麗だなっていうには思うんですけれども、新しい方の方がで、これがただ新しいからこっちの方が綺麗だから綺麗に見えているのか、本当に画面が綺麗なのかっていうのは、まあ、判断できないぐらい、まあ、どっちも綺麗ですよ、うん、だったりするかなというには思うので、そんなにその画面の良さみたいなことはまだちょっと感じられてないかなというには思ってます。というわけで、以上ですね、まあ、僕の開封と、まあ、ファーストインプレッションをつらつらと述べさせていただきました。はい。まあ、今後ですね、この13インチの iPad Pro もうちょっと使いこなして、レビュー動画をね、ちょっと出していこうかなというふうに思っておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。今日の映画面白かったという方は、ぜひグッドボタンを押していただいてですね、チャンネル登録していただけると、僕のモチベーションにつながるので、ぜひよろしくお願いいたします。それでは皆さん、次の動画で、バイバイ。